最近の私は、この梅シロップに蜂蜜と炭酸とクエン酸を入れて飲むのにハマっています。次はまゆちゃん。はい。私は暇な時はずっと本を読んでいます。今はねじ巻き鳥クロニクルを読んでいます。中学の時から読んでるので結構ボロボロです。次はおのりなちゃん。私はですね、最近ちょっとお料理をしたりしていまして、この今日はですね、夏みかんを使ってマーマレードジャムを作ったりしていました。では次は吉瀬さんの番です。よろしくお願いします。はい、私は自宅で卓球を楽しんでいます。次は山口まゆちゃんです。はい、皆さんこんにちは。私は渡辺和子さんの置かれた場所で咲きなさいという本を読んでいます。次は西山まゆ子さんです。お願いします。はい、私はお家で語学の勉強をしています。スペイン語、フランス語、英語、そして大事な日本語です。この辞書はとっても重たいので筋トレもできます。では次はしまちゃん、お願いします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。今私が家でやってることは、この毎日本を読んだり、あとはダンスを踊っています。次は有村さんです。有村さん、お願いします。はい、私のお気に入りのものはこちらです。メガネです。目が悪くて舞台を見るときや映画館で映画鑑賞をするときに必ず持っていくんですけども、今は家で映画を見るときに愛用しています。はい、では続いてはまひるさんです。よろしくお願いします。はい、私はお菓子作りを楽しんでいます。今日は人参ゼリーを作りました。では次はえなちゃん、よろしくお願いします。はい、私はついに念願の FF7 のリメイクが届いたので、これで遊びたいと思います。次、さやかさんお願いします。はーい、私は服にワッペンを縫い付けてます。地味でもすごく楽しいよ。ますみちゃん。はい、私は日記を書いています。文章だけではなく絵を描いたりシールを貼ったりして、映画の感想や今日考えたことなどを綴っています。お次は松本ちゃん、お願いします。はい、私はお家でワンコと遊んでます。はい、次はエリさん。はい、私はお家でお化粧をしてメイクの勉強をしたり、アクセサリーやネイルをしてお家でもおしゃれを楽しんでます。それでは次はりょうこさん。はい、私はオンラインアートや万華鏡アート、これまだ描きかけですが、あとこんなものを作ったりしています。少しでも気持ちを明るく、今を乗り越えていきましょう。